取れてる、ちゃんと取れてます、今度こそ。えらい、取れててくれないと困る。今も取れてる？取れてます。おやばい、いただきます。あ、わさびいったな、これやばいかな。全然大丈夫。本当？油が結構強めだから。やばいこれ、やばい、やばいよね。うん、うん、これ本当に美味しい。いい顔。いや、赤身好きなんだよ。あ、わかる、パンも赤身好き。知っとる、このタイプうまいやつ。このタイプうまいやつ。何回食べてもうまい。やばい、やばい、やばいこれ、最高。あ、やばい、やばい、こまちゃん鍋やばい。あ、こまちゃん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 、やばい、やばい、やばい、いい匂いになっちゃったね。やばい、絨毯が、え、やばい、マグロもやばい。肉じゃないよね、これテレビで見るやつよね。え、なんて表現したか分かんないぐらい美味しい。ちょっと食べよう、鍋めっちゃいい匂い。これやばい。今マグロの刺身さ、寿司屋であんま食べんのだよね。うん、食わんけど、こういうのうまいね、やっぱり。やばいよね、いいマグロってうまいんだよね。これ食べちゃうと、あ、マグロだ、いいなってなる。マグロ絶対寿司屋で頼みたくなるけど、ね、さっきさっき。ヘルシー、痛風の素食います。いただきます。いただきます。あ、熱い。うま、うますぎるね。ポン酢めっちゃ美味しいね。うん、すだち。だからか、ゆめがいつも食べてるゆずポン酢だからさ、匂いが違った。ゆずポン酢美味しいよね。ゆずポン酢好きなんよ。うん、もゆずポン酢。すだちあんま食べない。うん、うん、美味しいわ。早急に日本酒に行きたくなってきた。あ、日本酒もあるよ、うん、ね。ゆめちゃん、これをね。行ったよ、うん、いや、牡蠣食ったらなるでしょ。なら、これを、はい、こちらのカニ味噌に。カニ味噌か、お前それは罪だぞ。しかもこれただのカニ味噌ないんだよ。何、カニ味噌と、うん、日本酒で伸ばして、いや、引っかかる、あの法律に引っかかる。卵黄を溶かして、やばいやばいやばい、懲役何年。200年。アメリカでしか、アメリカでしか裁けん。日本国内では無理。ゆめちゃん、ゆめちゃん言って。もううまい。秒速の思い出ました。おい、うまーい。いい日本酒さん、何酒入ってない。お酒だけ。あ、ゆめのお酒やべえぞ。レモンチューハイね、合わんけど。先に消費したいんですわ。洗わんでもいいタイプのやつだから。どういうタイプ。まあ、ちゃんも飲む。飲みたい。ハンバーグよ、飲みな。辛いで、そこに置くのは良くない。何を。辛そういうとこ。牡蠣をこれにつけて、ベレーン、美味しいやつ、うまいやつ。あ、やばい、いい匂いなんよ。早急に酒がいるやつだよね。ネギ落とすい。なんかさようなら。さようなら。ありがとうございました。幸せという国に。うふふふわ。合わねえ。レモンチューハイとかに合わねえ。絶対さ、四次会の時に飲むやつでしょ。そう、あのでも一応いるかなと思って。はい、好きだからね。カニ味噌はずるいじゃん。やばいでしょ。カニ味噌は好き、卑怯だよ。そんなの出してかんって。大褒め言葉です。大癖飲む。癖が強いんじゃん。あ、美味しい。あんてもうん、うまい匂いね。嫌な臭み全くないよね。なんか今日喋らない方がいい気がする。逆になんか匂いが逃げる。
黙ってもくもくと食べてたり、うん、これ一人で居酒屋で頼む感じのやつ。あ、しっぽりね、うん、しっぽりタイプ、しっぽりのみ、日本人ね、うん、しっぽりですな、これはね、今さっきまでさ恋話したいとか言ってたのにさ、もうつまみの感想しか言ってない。1年の始まりに1年で一番うまいもの食べちゃった、ね、さっきまでおせちでお腹いっぱいだったのにさ、さっきまでうちのばあちゃん家でおせちとお雑煮を食べて、そうばあちゃん家の雑煮のボリュームやばいよねしかもうまい、そう、うまい、ばあちゃん家でももう飲んでるしね。いや、こまちゃんね、夢に会う前に飲んでるんでね、もうすでに。だからだいたいさ、夢と飲むとき飲んでから会う。そう、酔っ払うと電話してくる。酔っ払ったときだけ調子いいもんね、こま。酔っ払ったときマジで会いたくなるんか知らんけど、高確率でかかってきて断るともう誘わないって言って3日後に誘いくる。一生誘わんが私の。一生誘わないからもう知らんって。もういい、ほんといい。お願いします。あ、もういい、もういい、もういい、もうめっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗、上がり方超綺麗じゃない。ちょっともうちょっと上がっとってよ。上がり方めっちゃ綺麗だけど、後ろ汚っ、ティッシュまみれだししかもベッドが汚いのバレた。確かに辛口ではあるけど、うん、飲みやすい、うん、何度これ22.5、結構強い。は、嘘でしょ、結構強いよ。え、 12？ 気をつけや。 12？ 12.5。 え、だってレモンサワーと変わらんぜ。ぐるっとね。ってことで、ゆめちゃん、はい、今日は、はい、あのいつもうちら喋ってないの。喋ってない、ただただ食べてふざけてるだけ、ただ酔っ払ってるだけなわけ。そうだよね。そんなダメダメ、 YouTube らしさが欲しい。ちょっと喋りたいと思ってテーマを考えてきました。はい、さっきね練ってたね。5個中5個ゆめちゃんが考えました。コマ笑って聞いてただけだって。それめっちゃいいです。めっちゃいい。やばいね。いいね、それ天才って。よし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 に関するお話をしていこうと思います。拍手。ということでね、早速話していきましょう。まず一つ目のテーマ、うん、こんな男が好きだよ。で、こういう別に付き合ってるとかそういう関係なしで、うん、こういう男性めっちゃいいよねっていうっていうとかね。そう。どんな男性が好きですか。最初分かんなかったんだよね。最初分かんなくなかった。分かんない。私の初恋は江戸川コナン君だったの。もうピヤピヤよ、幼稚園だから。言ったらコマに、え、髪が好きなのとか聞かれて、家に帰ってママに泣きながらしがみついて、コナン君は髪なのって聞いて、結婚できないの、うわーって泣いた。うわーって泣いた。ちょっとここでうがいしちゃった、セルフが。やばいのすぎる。今日さ、ずっと爆笑してない。でもやばい、涙出てる。じゃあもうこうやっていつも話が脱線するから、こういう話せずに終わるんだよ。そうだから、夢にカニのゴミをよこせ、こっちにゴミ捨てるところあるんだって。毎回夢がごめんね、うっそ。
った突然大声出すじゃん。これで違う、ネクネードがこれを話しないってさ違う違う。コンマはさ、自分で好きになる時ってどんな優しくて、まあ、定番面白くてつまんな。どうした、もう一声いけるっしょ。運転ができる人ザラッとめっちゃめっちゃおるよ運転できて優しくて面白い人なんてめっちゃおるよ。どのぐらいおる？半分以上大概顔かっこよかったら面白いと錯覚してしまうからね確かに。そう、なんかブサイクがさ、布団が吹っ飛んだとか言ったらさ、マジかイケメンがさ、布団が吹っ飛んだとか言ったらそれで売ったのはつまないよ。いやいや夢顔。私さ思うの、うん、いるじゃん、顔じゃないよ、性格だよ。いや絶対顔だよね。マジ顔だって今の彼も夢めっちゃ、ぶっちゃけ最初顔で選んだ、顔で選んだら性格ついてきたみたいな。でもさ、でもさ、ぶっちゃけさ、付き合い始めなんてさ、そんなもんじゃない。ちょっとサイズと顔で判断せん。サイズは見ん。嘘、付き合う前に試乗しないの？しない。嘘、絶対するんだけど。付き合う前に確かめんと。エッチしてから付き合うかどうか判断するってこと？そう、私めちゃめちゃ重要だと思ってる。絶対しない。え、マジ？試乗って言うなって間違え何の話だった初め。試乗、車の話。カニ味噌つけます。何その掛け声だった。おっせい、ゆめちゃん遅ない？え、おお、こまちゃん、あー、こま、いいの、みんな食べなさい、みんな食べなさいみんななの、ゆめ。よし、いいよこまちゃん、いいよって言ってからしばらく止めないのどうにかならない。この子と一緒に飲みに行っちゃいけないと思うゆめぐらいしか対応できない気がする夢ぐらいでしょ、こんなことせんと思う。しとったらやばい、友達減るよ家族や、親戚や。そう、親戚というか、なんか一緒にいる時間が長すぎて、うん、なんなら夏休みずっと一緒におったとか。え、おったよね。おった。え、それこそラブコンの時じゃない？見たよね、一緒にラブコン全制覇したし。だよね、漫画も読んだし。そう、ラブコンねいとこ4人で、あの、なんか知らんけど、踊っとった。え、踊っとったじゃん、山田涼介の。あー、踊ってたのか。あ、踊ってた、コピしとったがね。やっとったわ。平成ジャンプの山田涼介くんがめっちゃ好きで。山田涼介くん大好きだった。あの、多分ジャニーズ好きは分かると思うけど、少年クラブっていうのに、そう、すごいハマってて。そう、あれの、なんかこう、何、有名な曲じゃなくて、カップリングとかソロ曲とかを、踊りをね、やっとった。ソロ曲のパフュームと、あともう一曲なんだっけ、なんかかっこいいなって。審議隊、審議隊はあれじゃん、みんなで歌った。違うのだ、こう好きなタイプを語りたいんだって。うん、コマちゃんは？コマね、話聞いてくれる人がいい。うん、あのね、なんかたまにいるじゃん、例えばこう質問はしてくれるんだけど、え、例えばコアちゃんってどんなご飯が好きなのみたいな。うんうんうん、あ、私でも卵が好きです。卵なんだ、俺はね、カレーライスが好きだよ。うん、質問してくるくせに全部話題かっさらう人はすごい苦手。それはわかる。じゃ、例えばだけど、卵が好きだよって言ってて、俺も卵好き、こういう、どういう卵が好きなの、うん、私はゆで卵が好きだよ。あー、ゆで卵いいよね、ゆで卵だったらこういう食べ方が美味しいよみたいな、そういうその、うん、私が言ったことに対しての話で、自分が知ってる知識とか自分の体験談とかを話してくるのはいいんだけど、うんうんうん、まあ、でもそういう会話内容だったら、今の会話内容だったら、あ、この人ねえなって思う。突然さ、ゆで卵すげえんだよ、あ、そうなんだ、俺も好きだよ、あのね、マヨネーズつけて美味しいんだよって言われたらさそこで会話終わっちゃうじゃん。でもそれぐらい乗ってくれる人。そうそうそう、つまり自分の話にかっさらう系、俺は系はすごく苦手。そういう会話系だと、大慣れしてる感じが無理かも。む、あの、すっごい甘い言葉かけてくるやつマジ無理。ゆめちゃん、今日も可愛いね。きも、びっくりしちゃった。ゆめちゃん、今日もちょっとでかいね。ワンタッチ。ツータッチ。死ね。気持ち悪い。そういうことでしょ。そう。
あ、酔った時に女にデレデレするやつ嫌い、なんかその酒の力に頼ってるってとこがキモいし、あ、酔ったらこの人はこうなるんだっていう不安感があるからねえなって思う。じゃあそのままそれにちなんで、こんな男は嫌だにし行こうか。ちっせ、ご飯屋さんに行った時に、うん、おいこれって言った人って一瞬にして嫌いになった。なんだ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 、あげましょー、はい、かわーい。あ、お店さんこれだね。待って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 、もうこれやめれー。うわ